精進あるのみ。親方様、おはようございます。雪村、これより修行を始める。精進せえ雪村、見事試練を乗り越えてみせい。果たしてみせますぞ。試練も乗り越えてみせようぞ。準備は良いな。百人組手開始。まずは百の王を荒波に揉まれよ。物は音にも聞け。我が炎を消えることなし。仕掛けた者は全物を見よ。我が炎を消えることなし。俺も死ぬ。我が炎を消えることなし。もらった。そこまで。やった。あっぱれ。見事。されど武田の神髄はここからよ。いらろ。気合、気合じゃ。お役人様が呼んでいる。お役人様。気合だ。気合だ。燃えるぜ。雪村さんも逃げてくれた。絶対届け。我が炎を消えることなし。おいよ、我が魂。安心流れ、精進あるのみ。でかげにしてください。我が炎を消えることなし。そこまで。あっぱれ。ならばこの男をいかに裁く。ようこそ我が道場。恥ずかしすぎるだろう。これはついてくれるかい。どうも、こんにちは。この雪村に
本気で殴った？腕の立つ忍びだった、はあ、じゃ、次はこれでどうだい？我こそは真田源次郎幸村。どう？似てる？おいよ、我が魂！我が心は熱く燃える。やめたやめた、割に合わないってこれ。悪いね、俺様は抜けさせてもらうぜ。さよなら、探せるもんなら探してみな。おやすみ。おいよ、我が魂。ありゃりゃりゃ、まずいか。あんたに見える兵士が殴るんだね。卑怯なり、逃げるとは何事だ。偽者を潰す。本当に殴るとは思わなかったぜ。何をしておる。気合、気合じゃ。もらった。親方様、幸村、一番崖にござります。幸村、あっぱれ、あっぱれ。おいよ、我が魂。うおお、親方様、果たしてみせましたぞ。親方様、ここまで来た。次はわしが相手よ。貴殿が次の試練か。いざ勝負。その名は三つと。どうだな、強がってる。おお、サスケ君、今までどこに行っていた。出たー、武田名物針山修行。こいつはいきなりの反則技ですね。旦那、カラクリを壊せば仕掛けが止まるぜ。休日は修行道場に限りますな。よし、では扉を開けてやる。ん？職分を忘れるな。出撃。ん？おかしい、開かぬわ。大将、何やってんの。俺も死ねえ。なんと卑劣な。卑劣。親方さんを見せ。もらった。違ったわ。開いた。拙者のお尻に穴が複数。ああ、こりゃダメだ。いやいや。もう一つ。
その先にあるものは何だ。それは親方様にお褒めいただくことに他ならぬ。休日は針山修行に限りますな。無様だ。愚か者が潮騎部隊を使わす。精進せい。おいよ、我が魂。では最後にと、そのものを失ったとお前に何が残る。そのようなこと考えたことないわ。考えるな。準備は良いか。さあこのわしを倒してみせ。おりゃ。このわしを、雪村、俺が最後の試練じゃ。勝てるかな。おいよ、我が魂。
ましい。では、ぼちぼち行きましょうぜ。我が滅び。こうなったら、溶岩よりも熱い方を呼びますか。神道滅却すれば火もまた数値。これはわしより出でし炎よ。武田信玄、我ここにあり。使ってください親方様。顔もここからが本領発揮よ。ほうあだやれやれ。行くぞサスケ。えい、やよい。えい、ユキムラ、負ける魂を見せてみよう。ギョイ、吠えよ、我が武術。助けろ、気合いだ。もらった。でもなんだこれ、感動する。我が炎、消えることだ。ユキムラ、アップレイ、アップレイ。やりました、やりましたぞ親方様。親方様にお会いできたこと、何にも勝る誉れにございます。真田源次郎幸村、果たしてみせましたぞ。強うなったな、雪村よ。親方様。と、さては親方様、この雪村の隙を突くおつもりでございますな。そうは参りませんぞ。こたびの修行により成長した証を今こそご覧に入れましょうぞ。うわぁ、そりゃないで大将。うわぁ、サスケ、隙あり。まだまだ甘いわ。そうっすね親方様。